ジェームズ・ウィリアム・メグリッチは、アメリカ合衆国、ニューヨーク州バッファロー出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。台湾での登録名は、タイカツ。2006年の MLB ドラフトで、ピッツバーグパイレーツに6巡目指名され入団。2008年は、サンカ A のリンチバーグヒルキャッツでプレーした。2011年3月30日に、カルロス・ポーリーノとのトレードで、 フロリダ・マーリンズへ移籍した。この年は、参加サザンリーグの AA ジャクソンビル・サンズでプレーした。2012年4月22日に、ワシントン・ナショナルズと契約を結んだ。参加、トリプル a のシラキュース・チーフスで91試合に出場した。2012年11月20日に、トロント・ブルージェイズとマイナー契約を結んだ。自身の故郷である、 参加トリプル a のバッファロー・バイソンズへ移動となった。2013年4月18日にフルスのシラキュース・チーフス戦でサイクルアンダル記録した。この試合は27対9でバッファロー・バイソンズが勝利している。7月にはトリプル a のオールスターゲームに名前を連ねた。最終的に108試合に出場した。2014年1月13日に フィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結んだ。しかし、その後、解雇される。4月3日に、アトランティックリーグのランカスター・バーンストーマーズと契約を結んだ。その後、ランカスター・バーンストーマーズを退団した。ここでは、4試合に出場した。2014年5月7日に、CBBL の中心兄弟と契約を結んだ。しかし、 不傷のため8月27日に退団した。翌年2015年1月26日に中心兄弟に再入団したが8月1日に退団した。ありがとうございます。